どうも、漢検一級リベンジし直し芸人のキクリンです。はい、ということでですね、この前見事にですね、漢検一級のリベンジに失敗しましたね。1年4ヶ月ぶりの漢検リベンジにまた失敗したというですね。だから漢検一級の通算成績で言いますと、私ね、最初に準一級受かってから一級受け始めて4連敗でしょ。でその後2回受かって、その後今3連敗してるんだよね。だから2勝7敗ですよね。私は果たして漢検一級芸人なんでしょうか。若干怪しくなってきましたけどね。まあ一応2回受かってるってことでちょっとお許しください。一応漢検一級芸人です。でですね、今日は何をここで発表しようかと言いますとね、まあ、ちょっとね、前言撤回が一つありましたんでね、これはね、私と同じように漢検一級をね、目指してる人に、ちょっと間違ったメッセージを与えてはいけないということで、今日はですね、漢検一級に関するある前言撤回をしたいと思います。ということで本日お送りするのは、漢検一級リベンジ受験。勉強方針大転換でございます。はい、大転換させていただきますね。前言撤回でございます。まあ、そもそも私ね、この前の漢検一級受験だってね、最初はね、漢検一級と準一級ダブル受験するとか言ってましたからね、それももう見事にね、前言撤回して一級合格に集中して絶対受かってやると思ったら、惨敗ということですから、やっぱりね、何かやり方を変えなきゃいけないんだろうってことをね、考えております。で、この前ちょっと前にね、今後の勉強方針について発表したばっかりですけど、早速ですね、方針転換しますね。というのも、前回ですね、漢検漢字辞典を中心に勉強するっていうね、作業をしたところですね、これを、そうですね、見たこともない大見出し語をいっぱい覚えることによって、最近の難化した、漢検一級に対応できるんじゃないかということで、漢検漢字辞典ベースの勉強をやるって決めてやったんですけど、これがですね、やっぱあまりにも分量が多いので、辞典ですからね、結果ですね、2週半、最初の1週はとにかく線を引くだけね、気になったやつ線を引く。で、2週目は、その線を引いたやつを見ながら書いていくって作業をやって、それで その書く作業の2週目の途中で終わったんだね。結果として何が起こったかっていうと、全然覚えてなかったっていう。新しいのを覚えるっていう作業をやってるうちに、基本までバンバン抜けてたっていう事態が起こったんですね。これなんでかっていうと、まあおそらくですね、漢検漢字辞典をバーってさらいながら勉強するっていう作業自体に無理があったんだろうなと思ったんですね。うん、そもそも漢検一級勉強に、いいツールとしてよく言われてる漢検一級模擬試験倉庫さんとかね、漢字提出さんとかっていう、もう誰もがおすすめのサイトね、実際私もそれを使って、初めての漢検一級合格は当然それで成し遂げたわけですけども、ただ最近の漢検一級はそれでも足りない部分があるのかなと思って、この漢検漢字辞典の中から知らない大見出し語をさらっていこうと思ったんですけど、やっぱりね、基本が抜けたら話にならないので、まず基本を取り戻してからだろうと、基本がしっかり定着してからのこれだろうと私は思ったわけですね。でですね、方針転換といたしましては、とりあえず1年半ぐらい前に152点取った時のそれぐらいの基礎力には最低でも戻るようにするために、勉強の基本、アウトプットインプットの基本をですね、漢検漢字辞典ではなく、これを中心に勉強するというのではなくですね、一旦これはちょっと手放しましてね、そうだな、今回は漢字提出さんを中心に勉強していきたいと思います。はい、漢字提出さんの PDF ですね。まあ、漢字提出さんっていうね、有名な漢検の特に一級を勉強するのに非常に重要なサイトさんがあるんですけど、そこにですね、全14,728問のね、問題が作られてるんですね。大問ごとに分けられてですね、非常に見やすい形になってて、特に PDF になってくれてるのが私的には非常にありがたいんですけど、そこでですね、もうとにかく一旦、まあ、問題形式になってますから、それがバーっとね、PDF で、まあ、それぞれね、音読みの PDF、140ページ分、訓読み47ページ分、熟語の読み一字訓読み26ページ分、
対義語類義語42ページ分、古事ことわざ96ページ分あるのかな。とりあえずこれらをやり直します。はい、もともとやってたんですけど、まあ、そもそもそれを完璧に仕上げるだけでも莫大な量なんですよね。はい、それを仕上げてからですね、それを仕上げて完璧にもうやることないなってなったら、これで新しい言葉調べ出せばいいじゃないですか。その段階に達してなかったっていうのがね、改めて分かりました。はい、久しぶりにですね、そうですね、訓読みの漢字提出さんの47ページ分の PDF をこの前一周したんですけど、もう忘れてるのばっかりでしたね。うん、出そうなやつをチョイスしてくれてるんですよ。そのチョイスしてくれてる中でも忘れてるのいっぱいあって、しかもその中に前回の試験に出たやつがちゃんとあってね、でそれで私が答えられなかったやつがいっぱい出てましたので、そもそも漢字提出さんをバッチリやってれば、あのような惨敗にはならなかったはずなんですよ。うん、そういう基本的なやつが私は入ってると思い込んでました。はい、それが抜けちゃってたので、改めて漢字提出さんで基本を仕入れます。もうその作業を徹底します。それにもう7月8月を費やそうかなと思います。はい、でやるべきことはとにかくもうね、周回する、問題を周回する。はい、漢字漢検級模擬試験総合さんでももちろんいいんですけど、私的にはですね、なんか問題の形式になって周回しやすいのがね、バーって一気に1ページから何ページまでってあって、あの漢検級模擬試験総合さんは PDF1 個の中にバーっとね、何行にもなってて、まあ少ない PDF のページ数の中にまとまってるっていう意味では、漢検級模擬試験総合さんももちろんね、効率いいんですけど、今私がやりたい問題形式になってて、それを周回するっていうのを作業を、ある程度も入ってるからね、ある程度入ってて周回するっていう作業をするにあたっては、見た感じ僕は漢字提出さんが、周回作業はやりやすいかなと思ってますので、はい、まず一周してって、わからないとこに、まあ、PDF になってますのでね、印とか色とか自分でつけてね、で2周目3周目ってやっていくうちに、どんどんわかんないのを減らしていくって作業を、もうとにかくもう有無を言わさず、理屈をなんかいらないんで、あの頭をですね、もう本当にマシンのようにして、ただただ問題を周回するっていう作業がやっぱりね、一番のインプット兼アウトプット、アウトプットこそがインプットって言いますか、なんか脳科学的にもですね、あのインプットに一番いいのは結局思い出す作業なんですって。はい、私ね、この前やってた作業はこれをお手本となる漢検漢字典を見ながらですね、ノートにただひたすら書くって作業したけど、そのただひたすら書くっていう作業はね、インプットになってるかどうかの確認ができないのでね、やっぱり問題形式で出題されたのを、うん、思い出して書くっていう、その思い出すっていう作業で、記憶のシナプスが一番あのつながるんですって。思い出すという作業が最強のインプットなんですって。はい、科学的に、脳科学的にね。なのでやはり問題形式でもう何週も何週もやりゃいいんじゃないですかね。そしたらどんどん分かんないのも減ってきますから。というですね、基本に立ち返りました。はい。もちろんね、この漢検漢字典での勉強がない、必要ないとか無駄とかそういうことじゃないんですよ。ただこれで、見たことのない、大見出し語を拾っていくというとこに達してないんだから、現時点で。明らかに達してなかったんで、まずは基礎力を回復するために漢字提出さんを利用させていただくという、まあ勉強方針の転換ですね。はい、そちらで私もやっていきたいと思いますので、そうですね、やっぱり初めての合格を狙う人は、そういう方向のやり方でいいんじゃないですかね、気がしますね。これを漢検漢字典をさらうっていう行為は、まあ、基礎力の欠落につながる可能性が高いのかもしれないっていうのが、まあね、私のこの前の体感で言うとそうかなと思いましたね。はい、やっぱ問題形式で繰り返す、それが最強のインプットであり、アウトプットなんだということを、今は思ってます。また前言撤回するかもしれないけどね。はい、ということでですね、10月の受験に向けてですね、もう今私がこれをやりますって言った漢字提出さんの PDF だけでも膨大な量だからね、それでも十分膨大な量なんで、それに7月8月は費やしてみようかなと思っております。まあもちろんですね、私は自分が受験者でありながらも、この漢検 YouTuber でもありますから、やはり準一級の人たちの何かプラスになることもしたいと思いますし、
まあ、多少なりエンタメ性のあるね、ちょっとあるあると関係をかけたような問題とかも出してね、それなりに好評だったんで、そういうちょっとエンタメ性のある、漢字クイズみたいのも、たまには出していきたいなと思っております。あんまり再生数伸びないけどね、あの映画の感想とかもね、たまにやっちゃうかもしれないんでね、まあ、そういうのもよかったら聞いてってください。以上、とりあえず150点に達するぐらいの基礎力を回復するために漢字提出さんで、勉強させていただきます。よろしくお願いします。キクリンでした。